いやあ、切な気がつきたよ。今回はベルとお菓子の家やっていきたいと思います。運命。えーと、前回、あここには出てないんやけど、あ、後ろに俺るこのベロリンガ、あ、いやいや,いやベルリーナと出会って行動を共にすることになりました。このベロリ、ベルリーナ、通称ベルですね。あ、待って、ハウス、ちょっと待って。 どうしたベルリンあ、ベロリーナ。えベル。ベル。<laughs> ヒース。よかった。無事だったんだ。ヒースヒースその黒いクッションのことか何これ <laughs> クッションこれなんかすっげえ可愛いらしいクッションやな。座るんがちょっと忍びないわ。<laughs> そうよ。ヒースフェン… なの何それ小うさぎ手足はないけど顔があるからわかるでしょわかるけどさクッションって言ったやん顔があるにせよスノーグ形状でうさぎだとはにわかには信じがたいなハンスひどい持っていったどこに入れたんバッグなんか持ってなかったろ持っていくのかそれ連れて行くの こんなところに置いて行ったりしないよ。小さい時からずっと一緒にいるのよ、ヒースは。俺よりも信頼が厚いようだな、その子、ウサギは。別にあなたを怪しいと思っているわけじゃないけど、ヒースは友達だもの。私の唯一の、そうか、墓地なんだな。あ勝手に動きよった。こいつ、勝手に動きよったで、ね。じゃあ、 ヒースヒースヒースが動いてる動かんのかいつもは。まクッションやけんな。クッションやけん、普通は動かんとは思うけどさ。<laughs> だげ、ね、なんかこのベルって子がさ、動いてるって言うたらちょっとそれはそれで違和感あるんよな。どうしてぬいぐるみが俺がこの家に入ってからありえないことが次々に起こっている。 ぬいぐるみが動くぐらいどうということはない。そうやな。赤ん坊に追いかけられたりさ、すっごい死にかけの女の子に襲われたりさ、血まみれの動物に襲われたりさ、踏んだり蹴ったりだったんだ。それに比べたらこれは可愛いもんですよ。魔女って魔法が使えるの魔法が使える魔女ってすごいかわいそうやな。特殊な能力なしにさ、差別の用語として使われるんだぜ。あの、中世ヨーロッパだったら、魔女狩り点があるんだ。 人を食べちゃう怖い人だから魔女って呼ばれているだけなのかと思ったけど違うのねそのようだなヒース私を魔女のところに連れて行くのおいそんなわけないやろこれはって言うんかなこれは憤慨してるぞって言うかなこれはお前のナイトがナイト <laughs> 助けてくれるんだヒース私を守ってくれるの当たり前じゃんベルのためだぜ <laughs> 勝手にアフリコ仕上げたさありがとうヒースすっごく優しいよかったなうんえへへ心強い仲間ができたんださっきを急ぐぞうんヒースが仲間になったあヒースも後ろからついてくるんだ <laughs> なんか面白いことになってきましたよクッションが後ろからついてくるんやぞシュール以外の何者でもないよ <laughs> よしじゃあヒース行くぞお前いざとなったら武器になってくれよだ撃き武器にどうしたあ同じこと言ったハンスは同じこと言ったどうしたハンスはなんだハンスはどうしてここにいるのどうしてなぜじゃさっき私と会うまで何をしていたの妹を探していた 妹さんああ、三日前家に帰ったらいなくなっていた。名前はマルガレーテ。俺のたった一人の家族だ。パパとママはとうに死んでいる。妹は病気で、一人で出歩いたことなんか今までにいてたもなかった。なのにいなくなった。俺が探さなければ。ごめんなさい。 ん何を言っている私あなたが牢屋の鍵を持っていてもしかしてあなたこそ魔女の仲間じゃないかって疑っちゃってごめんなさい謝るなでも謝黙れと言っているんだちょっと冷たいけどそういう思いはなぜこんな場所に来たんだ 信じていなかったとはいえ、人喰い魔女に加えるつもりだったわけじゃないだろう。お誕生日会。なに<何>に、すごく生きてたかったわけじゃないけど、明日、レイツへのお誕生日会なの。夜が明けていったら今日、もう今日ってことになるけど、レーツやってたれこの子かー。そうじゃ、誕生日会だったんだゃこの子。そうじゃ。 誕生日っていう状態じゃなかったもん。血の誕生日だったもんな。<laughs> そうじゃった。誕生日か。あの子、誕生日だったな、そういや。もう誕生日で印象が全然なかったけどな。レイズやのお誕生日会って、毎年村中の子供たちみんなが集まってお祝いしてるんだって。でも私、こんな顔だから誰も友達になってくれなくて。この村に来てからいつも一人で遊んでて。 こんな顔ってどんな顔なんてめっちゃ気になるんやけど。ぱっと見可愛らしいけん別にこんな顔を言われる筋じいないと思うんやけどな。それとも手術の後とかでなんか傷がついとん。そのタイプ。でも、レーザヤが言ったの。一緒に黒い森の探検に来たら、お誕生日会に呼んでくれるって。<う>彼女のお誕生日会に行けば村の一員として認められるんだって。ミキが言ってたから。 だから、愚かだな。分かってる。お誕生日会に参加したって、友達なんかできるはずないって。こんな顔だもん。誰でも友達になれないことぐらい。だからどんな顔やねん。分かってたのに、私、ミケいや、ミケっていうのが言ってた、青い髪の少年か。そう、青いウェーブの髪の、 私はり年上の背の高い男の子ハンスは二人に会わなかったおらんかったな、そんなやつ。男の子っつったら、えーと、何やったっけな。えー、ヘンゼルぐらいしかおらんかったもんな、確か。もし会っていても。えー、えー、<laughs> えー、あれそうだんあれ、そうなんそいつなん あ,あ,れ今あれがミケだったあの顔のやつミケだったモアイ像じゃなくてミケ像だった <laughs> 半分生きとったであれ。<laughs> 顔だけだったけど生きとったで目ギロギロしとったぞ。俺が気づいていない可能性もあるし。な。てかハウスそれに気づくんかよ。<laughs> そう。無事だといいな。ごめんなさい。早く行こう。ああ。 なんかこれまでのさあのー、被害者がどんどん出てきようんやけどなにこの連チャン騒ぎなんこれ鉄扉の小窓の向こうにあのダイニングルームが見えるダイニングあんんどうしたのハンスいるえ誰が 誰あれレイツィが聞いてた赤黒く染まったワンピースが血だまりの目指す床に無造作に置かれているレイツィや血の誕生日会血のハッピーバースデー全然ハッピーじゃないわブラッディーバースデーじゃんハッピーバースデーじゃなくてブラッディーバースデーじゃん何それちあれ 全部ちレーツや。レーツやはハンス、あれええ、誰あれあんな男初めて見たけど。マリアさんじゃない。あれがあいや、あれが魔女なのえ、誰なんあれ。男やん。魔女かどうか以前に男やん。ハンス参ったな。 ハンス目の前でこんな真似されるとさすがにきついな。ハンス、震えてる。怖いのそりゃ怖いだろうな。息が止まりそうだ。んだ、大丈夫よ、ハンス。大丈夫。妹さんはきっと無事だから。ん<ー>。れ、冷静が無事だって思うのは無理があると思うけど。 しっかりして、ハウス。あなたはお兄ちゃんなんだから。優しいなベロリンガはベロリンガじゃないわ。えっ、ー、と、ベルーリーナか。ハンス。ああ、そうだ。あいつには俺しかいない。俺にはあいつしか。ヒースもいるわ。大丈夫よ。おい、俺も忘れないこら。ていうんかな。<laughs> 私も一緒に行くから。 あああいつ何なん結局ベルあの右奥の天井の穴からかかっている格子が見えるかうんあそこから外に出られるのかなああしばらく真っ暗なえっと狭い空間を通ることにはなるがあれがお菓子の家の暖炉の中に通じている 登り切ったら正面に外へ通じる扉があるうまくいけばすぐに村に帰れるぞうんとは言ったものだいつまたあの異空間に飛ばされても知らんが今はこいつにそんな話をしたところで仕方がないとにかく現実的な脱出ルートはあそこしかないしかし2人同時に動いたらやつに見つかる可能性が高くなるだろう俺が先に行くべきか こいつを先に行かせるべきか。何これまだゲーム始まりました。魔女に姿を見られないようにダイニングルームを通過してください。魔女と戦うことはできません。注意ハウスは身を潜めて、俊敏に動くことができますが、ベルはゆっくりしか動けないため、難易度が上がります。なるほど。とりあえずセーブ。これは難しそうやな。どうする それは自分が行くでしょ。ベルなんかに行かせてたまるか。ベル、二人同時に動くのは危険だ。俺が先に進む。お前は、後からついてこい。ん、うん、わかった。よし、行くぞ。これどうすればいいんだどういう展開になるか全然わからん。なるべくテーブルの鍵に隠れながら進めば気遣れることはないだろう。はいはい。そう。なぜこんな時に、こなぜこんなことに おうお,うお,うおうすごいなもう完全にメトロギア的な展開になってるわこれ難しいなこれけどどうもアーバレンボールサンダクロースです宣伝というプレゼントしますこの動画は刹那圭介の実況動画です ゲンスキのチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれみなさんのチャンネル登録お待ちしておりますジングルベールジングルベル,ングルベール腰にくる